ナンバーアンダーラインアイ、ハッシュタグモストリクエストライブで惜しくも2位。でもファンとの絆は最強。i l e s の熱意がすごい、僅差の2位でも夢中にさせる。X では僅差で2位となってしまいましたが、インスタグラムはトロフィー1位でした。ナンバーアンダーラインアイと彼らのファンである i l e s が築き上げてきた絆は、まるで一つの壮大な物語のようです。この物語は、 音楽をを通じててて生ままれれたたた感動、共共有された瞬間、そしししに歩んできた長いい道のりを映し出しています。最近の「ハッもストリクエスト LIVE」の投票結果はそんな彼らの旅の1コマに過ぎませんがその中にも多くのことが詰まっていますアメリカやカナダといった遠く離れた場所でのラジオ放送においてナンバーアンダーライン愛が名前を連ねることができたのはまさに ILIs の団結力と情熱のおかげです X、旧ツイッターで僅差の2位に終わったことは悔しい結果かもしれませんが、インスタグラムでの1位獲得は彼らにとって大きな励みとなりました。どんなに僅差であっても、この勝利は一歩前進であり、さらなる成長の証です。この一つ一つの瞬間が、いかにして彼らを前へと進めてきたのかを振り返ってみると、ナンバーアンダーライン愛の成功の鍵はただ一つの要素に依存しているわけではないことが明らかです。それは、 ILIZ というファンの存在があってこそ成立する双方向のコミュニケーションの力です。音楽業界は日々進化し、変化しています。アーティストはリスナーとのつながりを深め、彼らの声を直接聞くことができるようになりました。そのため、SNS での投票やリクエストの重要性がますます高まっています。ファンが自分たちのアーティストを支えるために、時間をかけて投票やリクエストを行うことが、 まさに彼らの成功を左右する重要な要素となっています。しかし、ここで考えなければならないのは、ただ単に結果に満足することではなく、その背後にあるプロセスをどのように楽しむかです。今回の投票においてナンバーアンダーライン愛が強力な競争相手と肩を並べることができたという事実自体が、すでに彼らの成長の証です。それを見逃してはいけません。このプロセスの中で、ファンは団結し、 一つの目標に向かって力を合わせるという貴重な経験をしています。ファン同士の結束が強まる瞬間は、まさに音楽の魔法がかかる時です。それはただの投票という枠を超えて、彼らの心に深く刻まれる瞬間となります。このような経験を共有することによって、ILYs と No.underline I はますます強い絆で結ばれていきます。そして、 ここののの絆こそが彼らを次のステージへと導いていてく原動力なのです。確かに、結果として2位に終わったことは少し残念かもしれません。しかし、その結果に至るまでの過程、そしてその中で感じた感情や経験は何にも変えがたい価値があります。未来を見据えるためには、この過程を大切にし、学び、そして次の挑戦に向けてさらに一歩ずつ進んでいくことが大切です。 焦らずに進むというメッセージは多くのファンに響くことでしょう特に音楽業界においては急速な変化や競争が常に存在していますその中で自分たちのペースを保ちながら前進していくことの重要性を忘れてはなりません音楽の世界では瞬時にトップに立つことが成功のすべてではなく長期的な成長と継続的な努力が真の価値を持つのです ナンバーアンダーライン愛がその道を歩んでいることは、彼らの活動を見守るファンにとっても励ましとなります。また、リクエストを行うという一見単純な行動が、どれだけアーティストにとって大きな影響を与えるかを再認識する機会でもあります。特にラジオ番組や SNS でのリクエストは、アーティストが新しいリスナーに出会う機会を広げる手段として非常に効果的です。ファンが積極的にリクエストを送ることで、 その音楽がより多くの人々に届き、結果的にアーティストの影響力が広がります。それは、一票一票が集まって大きな力となる瞬間を体験することに他なりません。今回の「ハッシュタグモストリクエストライブでも、わずかな差での戦いが繰り広げられましたが、それでもファンは最後の瞬間までリクエストを続け、アーティストと共に戦う姿勢を見せてくれました。このようなファンの行動は、単なる、 応援以上の意味を持っています彼らはアーティストと共に成功を築き上げるパートナーであり、その一部として参加しています。SNS がもたらしたこの新しい時代では、ファンはもはや受動的な存在ではなく、能動的に関与し、アーティストのキャリアに直接影響を与えることができます。特に、インターネットがもたらしたこの双方向のコミュニケーションの力を利用することで、 彼らはリアルタイムでアーティストにフィードバックを送り、アーティストもその声を大切に受け止めることができます。また、今回の投票結果を振り返って考えてみると、SNS 上での指示の形やリクエストの方法がいかに多様化しているかが分かります。例えば、Instagram での投票方法やストーリー機能を利用したリクエスト方法は、従来のラジオリクエストとは全く異なる形でアーティストの人気を図る手段となっています。 これにより、ファンはどのプラットフォームを選んでも自分たちの声を届けることができ、その手段も日々進化しているのです。このような新しい技術や手法を取り入れることで、ナンンンバーアンダーアアダラインアイと i l i ズは未来に向けてさらなる可能性を切り開いていくでしょう。このような進化の中で重要なのは、ファンが自分たちの役割を理解し、その力をどのように発揮するかを学んでいくことです。今回のように、 わずかな差で勝敗が決まる場面では、ファン一人一人の行動が大きな違いを生むことを目の当たりにします。その経験を通じて、彼らは自分たちがアーティストの成功にどれだけ貢献できるかを実感し、さらなる団結を深めていくでしょう。そして、その団結こそが、アーティストとファンの絆をより強固なものにし、長い旅路の中で何度も乗り越えるべき試練を乗り越えていく原動力となります。もちろん、 この道は簡単なものではありません。音楽業界には多くの競争があり、毎日のように新しい挑戦が待ち受けています。しかし、その挑戦に対して、ナンンバーアンダーアダインアイと i l イズは共に手を取り合い、一歩ずつ進んでいくことを選びました。その選択が、彼らの未来を輝かせる鍵となることでしょう。毎回のリクエストや投票は、その未来に向けた一つのステップであり、 何気ない日常の中に潜む大切な瞬間でもあります。そして最も重要なのはその道中で感じる喜びや達成感を大切にすることです。成功だけがゴールではなくそのプロセスこそが音楽の持つ力を実感する瞬間でありファンとアーティストが共に成長していく証でもあります。だからこそ焦らずに一歩一歩進むというメッセージが。 ILIs と n ーアンダーライン I の未来を照らし続ける光となるのです。そして、この「一歩ずつ進む」という考え方は、音楽業界だけでなく、私たちの生活全般にも通じる重要な教訓です。成功に至る道のりは、必ずしも一直線ではありません。時には後退したり、思わぬ障害にぶつかったりすることもあります。それでも、諦めずに前に進む意思を持ち続けることが、 最終的には大きな成果につながります。ナンバーアンダーラインアイが今回の「ハッシュタグモストリクエストライブ」で経験した僅差の2位という結果も、そのプロセスの一部であり、次のステップへとつながる重要な経験です。彼らのファンである i l y ズは、この結果に落胆するのではなく、それを力に変え、さらに大きな成果を目指して行動を続けています。このようなファンの姿勢は、 特に近年の音楽業界で重要な役割を果たしています。かつては、アーティストの成功は主にレコードセールスやメディア露出に依存していましたが、今では SNS やストリーミングプラットフォームを通じたファンとの直接的な関わりが、アーティストの成長において非常に重要な要素となっています。例えば、Instagram や Twitter、YouTube などでのファンの反応が即座にアーティストに届き、その影響力は計り知れません。 ファンの声がダイレクトに反映され、彼らの熱意や指示が次のプロジェクトやライブツアーの成功を左右することも珍しくありません。今回のハッシュタグモストリクエストライブでも、ファンがリクエストの方法を SNS で拡散し、互いに助け合いながら投票を呼びかける姿が印象的でした。ラジオ番組へのリクエストという一見伝統的な方法に加え、SNS の力を活用することで、 ファンはより多くの人々にナンバーアンダーライン愛の存在を広めることができましたこれにより彼らの音楽がさらに広範囲に浸透し新たなファン層を獲得するチャンスが生まれたのですこうしたファンの活動はただの応援を超えたものでありアーティストの成功に直接寄与するものとなっています